皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回はですね、まあ、ほとんどの人にね、まあ、必須と言っても過言ではない、縦移動軸に迎撃として動く、魔導騎兵、ジャイアントクラブ、そしてですね、クレイジーフラワー。この3種が代表的なんですけど、まあ、どれか1体は育成してほしいんですよ。で、この3種の人、ちょっとにじわってみなしないでおこうか。この3種をそれぞれ使って、その評価をですね、どれが今一番熱いかについても話していきたいと思います。で、まず、ね、魔導騎兵なんですけど、これを使っていくんですけど、その前にね、魔導とカニの違いについて話していきたいんですけど、カニの場合は、シンラとか、あとは朝倉とか、ここら辺が見やすくなってますね。はい。で、魔導の場合は逆に、シンラ、朝倉が見やすいわけではないんですけど、トーマンとか、ゴーストとか、ここら辺が見やすくなってますね。まず一応例外ではあるんだけど、射程は上げてるんだけど、金木も見やすかったりとかもするんですけど、引き込んでから使えればって感じだね。こことかさ、金太郎来てさ、後ろも窓置こうか。イリス行こうか。おーおーおー、思った以上にコブリンが早いわ。じゃあもう上もいいか。いや、一応置いとくか。ガツーン。一応ね、ちゃんと壁張ってあげて。こことか、ちょっと駒にここ切ろうか。まだやられちゃうからね、この話はね。後ろ大丈夫かな、これ。で、これさ、こいつがさ、削るのめっちゃ早いよ。ちょっと不安だよね。魔導は来たけど、まあ一応、ちまちま置いてあげて、で、ブラドラ行くか。魔導も全然置いちゃおうぜ。挟まってないけどね。で、灼熱が多段系に対してはもう一瞬で灼熱の回数使い切っちゃうんだけど、回復もね完璧にしてくれるから、まあ強いよと倒されたけどね。おー、閉じ込められて、取ったね。オッケー、爆発しちゃうけど。で、後ろの魔導系一応残ってはいる。ボコボコにされてたけどね。で、魔導系のと、この、カニの違いで、一番目立つところはやっぱりでも、トーマンかな？トーマン出てこなかったけど、今回は。あとはこのね、ちょっと例外ではあるけど、サキバス、至近距離で当てれば吸い尽くし食らないとかね。カニは食らうけどとか。まあそういういろんなね、違いがあるんだけど、所詮は魔導騎兵と。はい、続いてはカニ使っていきます。はい。ではね、カニを使っていくんですけど、カニのさらにいいところっていうのが、まあ、あるんですよ。魔導と違ってさらにいいところが、まあ、このキャラはスキルが跳ね返しというわけで、まあ、物理的なね、近距離の攻撃を跳ね返していくんですけど、まずシャッフルだね。まあ、今ね、見えたキメラガールとか、ああいうキャラにも有効で、キメラガールの攻撃を跳ね返して、ボコボコにすることもできますよね。で、さっき対面から出てきたね、レッドドラゴンとか、あ、魔導も引いたね。まあ、対面から出てきたレッドドラゴンとか、ああいうのにも有効に作用するんですよね。灼熱を打たれちゃったらダメなんですけど、レドラでそもそもね、スキル発動率高くない方なんで、このレドラにカニをね、添えてあげると、跳ね返しでね、もうバチバチに削ってくれるっていうね。で、ね、さっき見せたキメラもそうなんですけど、あ、での遅い。あの、キメガもそうですよね。あれ、じゃあキメガもそうなんですけど、キメラもそうですよね。あれに対しても有効と。で、一応ね、ディケイドに対しても有効ですけど、一応受けるダメージ減少あります、これ。でも受けるダメージ減少あるとは言っても、ディケイド自体がそもそも火力すごい高いんで、めちゃめちゃ削られるよね。もう頑張ったね、でも。ああ、死にきらないか、でも。頑張ってはいるんだけど、死にきってはいないね。はい、オギャーして、ディケイドは倒してる、一体。ただ俺、魔導騎兵いるんだけど、削って、ナイス、いいんじゃない？今のところ悪くないね。カニって、このね、相手のね、スキル硬直でまだスキルちょっと打てないよってタイミングでカニを切ってあげて、少しでも跳ね返しで火力を重ねていくっていうね、もう強く見えるよね、こうやるとね。まあ、吸い込まれたけど、しょうがないね、これは。上もカニ置いちゃうか、もう。でもね、グリドラにね、射程負けてるんで、確か、一方されるはず。で、グリドラに対しては有効じゃないですね、そもそも。そもそも、スキル系は跳ね返せないんですよ。物理スキルじゃないと。例えば、ラビットのブチギレとか、ああいうね、自己強化で、物理だよみたいなパターンだったら跳ね返せるんだけど、そうじゃないときは跳ね返せないんで意味がないっていうね。あ、
うん、そう、射程負けてるね。でも射程は負けてるんだけど、スキル自体跳ね返しはできるから、相手のね、通常攻撃ごついたからね。って感じで終わる。窓をつかないでカニだけに行っちゃったけど、まあ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 。ベビー行って、まあ、もう使うとこないけどね、窓を行って。はい。あ、一部の大型に対して、より有効に活躍しやすいよっていうのがカニだね。まあ、いきなりカニすごいいいとこ見せられちゃったね、窓よりも。ありがとうございました。はい、それではね、続いてクレイジーフラワーなんですけど、クレイジーフラワーは、さっき話したシンラ、カニが得意なシンラや、カニじゃめでないけど、魔導が得意なトーマン。ここら辺に対して有効です。受けるダメージ減少の相性を持っています。まあ、シンラに関しては特にね、スキルも打たれないんですよ。シンラはクレフラにスキル打てないんですよね。あの、カニにもそうなんですけど、スキルを打てないんですよ、そいつらには。だから有効なんですけど、トーマンから受けるダメージ減少の相性は持ってはいるが死にます。クレフラ、トーマンが複数いればね。あ、虹になっちゃった。しかも剣士行ってたし。なんでそこは注意しなきゃいけないですね。で、あとは、実は、狛犬との相性も良しです。実はね。取れないね。まあ、しょうがない。どうしようかな、これ。取っちゃった。こうなると困るんだよな。やめてくんない、これ。もう。相手のまさか、凶暴すぎるんだけど。でも、クレフラはこんな風に、食べて戻ってくることができるんで、コスト回復ができると。今、コストすごいきつかったっすよね。あのね、動きで。でも、コストを奪えると。あ、騎馬兵、ん?奪ってると思ったら、ちげえ。騎馬兵は奪ってねえ。もうそもそもいいもん。はい。きつい。取ってほしい。きついから。取って、取れない。やめて、マジで、そういうの。相手のまさか優秀すぎない?いくらなんでも。ちょっとやりすぎだよね。あの、ねえ、やばいんだけど、相手のまさか、マジで。え、相手のまさかやばすぎない?いくらなんでも。死ぬほど強いんだけど。何あれ?ドン。お、ユース取った。やっといて取った。相手のバーサーカー死ぬほど強いんだけど、あ、メフの申し。うん。俺のリリスもね、今回なんか頑張ってスキルめっちゃ打ってんだけど、打ってはいるんだけど、俺キャラ切れるんだよね、これ。うん。俺キャラ切れるんだよね、これ。白前にカニ全部いるじゃん。これキャラ切れなんだよね、これ。もうすべてバーサーカーに分からされたね。で、まあクレクラは、スキルが、さっきね、見たと思うんだけど、まあバックンって言って、相手のキャラを即死させて、中型だね。食べれないキャラもいるんだけど。で、クレフラが手札に帰ってくるんだよね。フィールドがいなくなって手札に帰ってきて、5コスト回復するっていう。もう面白いキャラ。クレフラ、キャラ数が1体、魔導が2体、カニが3体と、使い勝手もね、それぞれ違うんだけど、今回ね、この全てを踏まえた上で、今の環境一番使いやすいのは実はこいつなんですよ。魔導系。実は今、こいつが一番使いやすいんです。環境的に。そして、この先の強化にも期待できるっていうところだね。強化っていうのは、ガチスキルだね。上限が解放されてるから、まあ来る可能性あるよねって部分。まあでもね、今回というか最近上限解放されても来てないキャラいっぱいいるから、来るかまだわかんないんだけど、まあガチ修理来てもおかしくないんじゃないのっていうところはある。で、このキャラの方がね、なんでこのキャラが一番優秀かっていうと、でも大型戦で跳ね返しができるわけではない、修理はできるかもしれないけど、みたいなね。キャラ召喚数も3体じゃなくて2体だし、別にバックンしてコスト回復するわけじゃないし、なんでって話なんだけど、まず単純な話、1体召喚じゃないところで2体いるってことは、前と後ろそれぞれで使えるっていう利点。こ
こがまずいいところで、クレフラの場合って前線で使っちゃうと事故るんだよね。死んで何もできなくなってしまう可能性があると。ただ魔導剣は前線で使って失敗して、あ、これ無理だ、マクムスとかサクラちゃんいるから前線で使えないわってなった後に後ろで使えるんだよね。それがクレフラのいいところ。例えばここマクムス見えたけど1本使っちゃう、キラビ無理だからついて使うじゃん。倒してで、バックムスで射程取ろうとしても俺チビピクいるから大丈夫だよみたいなね、こともできる。で、このね、魔導剣のいいところはカニと違うところで言うと火力が高いんだよ。単純な火力があるから、あ、ちょっとこれ相手が好きで次だけど、単純な火力が高いから倒すのが早いんだよね。カニって倒すのちょっと遅いんよって部分がある。クロスケビームって言った、サイクロクロスケってこと。ここは大丈夫、コングいるから。倒してくれたね。で、コングは多分使い道なくなるから、この後ここに置いてあげて一回だけスキットしてんだけど無理かーってなると、この先行けないよね。クロスケこっち来てくんねえかな。オッケーオッケー、こっち来た。あれ、なんとかなんない？クロスケ倒して剣士で、オッケー倒したけど、まあちょっと無理があるかな、攻めらなそうだね。はい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 。カニのいいところは跳ね返しなんだけど、あれって物理系のスキルってか通常攻撃が来ないと跳ね返せないんだよね。だから火力が1ミリも出なくなっちゃうんだけど、で、あのカニって跳ね返して火ダメージも減少するんだけど、それが発動できないから速攻でやられちゃうんよ。で、魔導系ってどんな攻撃を食らっても修理はできるんだよね。で、修理はできて回復ができるから耐久値があると。で、そして通常攻撃1回1回がカニよりも高いから、相手のキャラに左右されずに火力を出せるってところが強いんだよね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回ね、縦移動軸の迎撃ね、3種やっていったんですけど、まあ、クレイジーフラワーはもともとね、何も変わってないんですけど、まあ、ちょっと環境にね、だんだん置いてかれてる感があるキャラだね。いや、全然弱くはないんだけど、悪いキャラではないですね。まあ、白前に置くしかない。最悪、強気に行くなら砦の裏。二択、みたいな感じ。最前線置いちゃうと死ぬ、みたいな。でも砦裏置いても砦取られたら事故る、みたいなね。感じだから、できれば白前に置きたくて、で、白前に置くってことは召喚数一定だから、白前にしか置けないみたいなキャラだね。ただ白前は結構安泰に守ってくれるんだけど、まあ言うてね、クレフラよりも射程が長いキャラが来たらまあ無理とか。まああとは苦手なキャラにフリーとかいるとかね。まあその他もろもろあるんだけど。で、カニ。このキャラはスキルが強力なんだけど、スキルが有効のキャラが来ないと何もできずにやられてしまうっていう部分。召喚数は3体いるんだけど、まあ当たり前のように遠距離キャラには弱くて、もう勝手に死んでしまう。で、まあ、これに関してはでも、魔導もクレフラも同じではある。で、大型に有効だったりする一部のね。もうすごい強いキャラじゃんって思うかもしれないんだけど、実際こいつ強化されてスキル発動率上がってるんだよね。で、すごいいいキャラになってるんだよ。いいキャラになってるんだけど、ただ、砦前にいるキャラ、一瞬でどかしたい。もうちょっと火力補助として使いたいって時に、そのキャラたちが、通常攻撃物理ガツガツってタイプじゃないと、何もできずにやられてしまったりとか、東満のね、ラッシュを全く止めれずにボコボコにされてしまうとかね。まあ、そこら辺があるみたいなところ。まあ、でもそれぐらい。まあ、使いづらくはない。三体召喚だから。悪いキャラではない。とは思ってる。ただ、俺は今補欠と枠外を、ぐるぐるしてます、このキャラは。で、最後に、一番ね、個人的には熱いと思ってるって言った魔導騎兵なんですけど、まあ、このキャラね、もともと弱かったんですよ。なんですけど、前回の強化でこのアビーチがとんでもなく強化されて、もともとスキル発動率が少しアップする。だったのが、この攻防 HP もアップするんだっけ？これが大きくアップするが追加されたんですよ。アビーチで。つまりこれってサブリーダーじゃなくていいんですよ。サブリーダーでも受け入れる恩恵だし、たまたま引いたとしても受け入れる恩恵なんですよね。リーダー以外の時に有効なんで、リーダーじゃなければいつでも受け入れるアビリティ値だね。これめちゃくちゃ強いんですよ。これによってフィジカルががっつり上がって、殴り合いも良くなったし、
前線で切って大型削るときもそこそこ頑張ってくれるし、白前も結構頑張って抑えてくれるしっていう使用感ががっつり変わったんですよね。はい。なので、魔導騎兵が今個人的には一番熱いです。ただ、めちゃくちゃ大差があるわけではないんですよね、ここについては。こいつらは。そこだけちょっと注意してほしいんですけど、めちゃくちゃ大差があるわけではないとは思ってるんですけど、個人的には魔導が熱い。から、今、迎撃中型は魔導を優先にしてます。クレフラとカニは、枠外、オア補欠だね。クレフラは枠外かな？カニは枠外、オア補欠。で、まあ、他のね、優先にしてる迎撃中型とかいるんだけど、このね、3種の中ではそんな感じになってます。といった感じです。以上。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。